はい、こんにちは。パラエサラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。そして雨ですけど、今日は木山。はい、木山町長松田でございます。皆さんこんにちは。じゃあ、やっぱ雨が降れば雨の歌ですかね。ああ、ひさめ。あ、ひさめ。日の御か、今日、日の御かさん、まもなく木山で歌います。多分ひさめ歌うんじゃないかな。長崎は今日は雨だった。あ、そう、あ、そっちの方、前か、あ、木足。いや、もう、いいです。二つ出たんで。いやいや、今日ね、BS の新日本の歌なんかあるみたいですね、はい、の、録画撮りがあるんですよ、うん、それ3回ぐらい放送あるんですけどね、はい、10人の歌手が木山の町民会館で今から歌うんですよ、うん、結構有名な方も来られて、はい、自分はまさき名前聞いたら半分は知ってました。そうですね、うん、有名なところで言うと、まあ、鳥羽一郎さん、はい、東大船、うん、日野美香さん、あ、ひさめ、ひさめ、はい、はい、それから前川清さん、うん、そうですね、クールファイブとか、八代亜紀さん、あ、八代、え、八代亜紀さんいるんですか。はい、はい、それからあの山内圭介さん、はい、まあ人気のね、そうですね、あ、この辺りが、までは私も5人ついていきます、ついていきます。後の方も結構有名、例えば田中あいみさんとかね、あ、名前は聞いたことあります。それからあと西方ひろゆきさんとかですね、はい、まあこれになるとちょっと自信がなくなってきます。はい、はい、ここに写真がこう載ってますんですね、はい、でゲストが松田町長が最後歌うという、あ、歌はないです、歌はないですね、はいはいはい、はい、最初に冒頭にちょっと挨拶する、あの、はい、お客さんも今日超満員なので、あ、はい、でしょうね、あの、ウェブでの放送もある、抽選だった、あ、抽選で当たった人が行ける、あ、行けるというか見れるっていうやつですね。なんか8倍だったっていう噂があります。いや、それは出したい、まあ、とりあえず出しときたいですよね、うん、当たれば行きたいし、うん、ただですからね、うん、まあ、そうですよね、はい、で、木山町の方出したよって話を相当の人から聞いたんですけど、取ったよって話がほとんどないないって、リターンがない、うん、だからってことは木山町以外の人が当たった、まあ、可能性もある、それだけ8倍だからね、まあ、そうですよね、だからキャパは、キャパは1000人、700人ぐらいですかね、700人か、はい、はい、はい、だから700人ぐらいなので、うん、それの8倍だと6000人ぐらいが多分応募してるわけですね、すごいですね、ちょっと、うん、もう福岡とか久留米の方が多かったりしてる、うん、まあ、そっか、まあ、もちろん佐賀のね市内とかが、うん、来るでしょうし、うんうん、ですね、いや、はい、いや、八代亜紀さんとか目の前で歌うの見てみたいです、私。ああ、そうですか、うん、めちゃめちゃね、うん、まあ、多分写真が撮れないと思うのでですね、そんなの撮れないです ね、はい、だから、まあ、私もあの、出席できるのでもう目に焼き付けようと思ってます、ね、前川業者さんなんかあのドリフとかの話だからよく出てた、あ、テレビの今もあのほらなんていうのかな、あの、うん、ま、ずっと回るやつね、はい、九州を回るやつ、リサイタル的な、いや、違う、あの、うん、こう前川清がぶらり旅みたいな感じで、あ、劇団みたいな、いやいや違う、ぶらり旅、あ、ぶらり旅、テレビの方ですね、テレビの方で、あ、そう、今やってるんですね、やってますよね、うん、うん、はい、まあそんなやつがあるし、それが今日なんですね、はい、今日なんですよ、はい、だからあの、あ、このお弁当をね、ちょっといつもより早くだからお弁当を持ってきました、ありがたい、これ食べてそれに行くか、行けるか、終わってから食べるか、まあ、もうゆっくり食べるかですね、うん、どっちかですね、はい、はい、今日もあの木山の特産品がいっぱい入っております。はい、はい、もうありがたい。はい、入江料理長ありがとうございます。あの、昨日行ったんですよ。いや、一昨日やったかな。あ、本当ですか。一昨日にあの、久しぶりにエミューの野菜炒め定食をいただきましたけどね。うん、合宿所も大会前一応7人ぐらいうちからも泊まるみたいで、一応今日打ち合わせしてきました。はい、はい、あ、よかったです。はい、うん、だからちょっとお弁当もちょっと頼んできたんで、ね、ちょっとバタバタと忙しくなると思います。うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、大会はですね、はい、一応本当の締め切りは今日だったんです、はいはい、で、まあその前からちょっと無差別とかもちょっと来てて、はい、ね、もう 99% って感じで、うん、で今日の時点では750。あ、750。はい。だから今日バタバタバタってまたね滑り込みで入る。でも入ったら、これまでの最高って何人ですか。いや、もう超えてます。超えてますよね。はい、超えてます。最高ですよね。もう6人、ね、6面のキャパ、もういっぱいいっぱいってやつですね。一応、9時スタート。まあ、でも時間でこうするんでしょ、こう。あ、もちろん、タイムスケジュールで来てもらうので、で、あの、もうそれに慣れてきたと思うんで、みんな。まあ、最後の方が面白いですよね、こう、ちょうど決勝みたいな感じ。本当はですね、最後まで、ね、だから今度はだから最後まで入れようと思えば入れるってやつですね。で、まあ、インターネットでも放送するし、で町長は9時スタートなので8時50分から45分に、はいはい、町長の挨拶、選手宣誓、
コンバッチって感じで、うん、なかなかもうまだ私が挨拶するときにほとんどの選手いないですもんね。あ、もう昔はねダーッと前にいたんですけど、はい、今こう時間通りに、ね、はい、ですよね、来るので、まあ、キッズはねちょっとバーッと来てるかもしれないですけど、大人がですね、うんうん、もうお昼から来る人もいるし、うん、はい、まあ、そんな感じで、まあ、久々、ね、はい、コロナ明けでちょっとは賑わうかと思います、はい、ですね、はい、ちょっとそうですね、あとルールセミナーとかもね前日あるので、もしよかったらそちら、なんか、びっくりした、いつでしたっけ、17日ですか、ね、今度で18日です、あ、18日、ね、今度の日曜日です、いやいや今度じゃないでしょ、次の次でしょ、今度はだって来週です、ね、来週です、もうなんかいきなりなんか予定を思い出したのかと思って、いやいや今度の土日はあの休日議会なんでね、あ、そうか、議会があって次の週が大会ですので、はいはい、忘れだけ、議会用にあの出なくてそっちに行ってたら大変なことどんだけ議員さんから言われるか、うん、言われるか分からんけど、僕は大丈夫ですね、はいはい、よろしくお願いします、はい、はい、そんな感じで、もう一回来週あの お伺いしますので、はい、よろしくお願いします、はい、いいですか、あとは今日はちょうど、まあ、5、6分なんですけど、なあ、そうですね、最後のあとは、まあ、さっき、あ、これですね、これね、もらったんですけど、いちごさんっていう、いちごさん、はい、あの銘柄ですもんね、いちごさんっていう、はいはい、いちごさんっていう銘柄のサイダーを、サイダーどこが作ったかというのがですね、うんうん、どことが作ったというか製造元じゃなくてね、うん、製造元はあの、トモマス飲料って有名なところなんですけども、はい、あのどこが作らしたか、たいや、どこが作らしたかというと、うんうんうん、これあの長崎、長崎の放送局 NBC、 あ、放送局の、NBC が作ったんですね、なんかのあれで、はい、NBC をあのテレビは NBC のテレビとラジオが長崎にあるんですけど、うん、佐賀のラジオも NBC がやってるんですよ。え、本当ですか、はいはい、でそれであのそれでもいちごさんがこっちにも来たという、はい、だからこのいちごさんっていう銘柄は佐賀のいちごですよね。そうです、甘およりも美味しいということでですね、勝負を挑んだんですね、まあ、県知事がもうあの張り切って、県知事が張り切って、はい、はい、ちょっとだお味の方はどんな感じですか。あの1本だけいただきましたけど、うん、なかなかあのあんまりこうサイダーっぽくこう炭酸は効いてないんですけど、ね、ちょっと強いサイダーなんじゃないってことですね、うん、まあでもいちごの美味しさが、いちごの香りが、うんうん、残ってますね、甘い香りが、まあそう、はい、まあでも 1% ですけどね、とかね、いちごが好きな方はぜひ、はい、1%、ね、果汁 1%、はい、でも 1% でも味が本当にしっかりあのいちごの、結構パーキングエリアとかのその名産のね、うん、サイダーとかトモマス飲料っていうのはそれこそサイダーを地元のですよ、ね、あれで作ってる面白いサイダーもありますもんね、はい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 、それだと思いました。またもしもし見かけたらどうぞ買ってください。はい、まあ再来週またね、はい、までよろしくお願いします。お会いできたらいいなというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします。どうぞ。さよなら。